アムアムクロッシェイ。日本語パターンで1目、2目と書いてあるのは細編みのことです。この動画の最後に編み図があります。ではスタート。こんにちは、アムです。今回は魔女の宅急便のキキのバッグを編みます。右側のショルダーバッグに比べるとかなり大きいので編むのが大変ですけれども、頑張って編みましょう。では始めます。今回使用する糸はケイト・ピーロさんのコットンニート S、 ハピママさんコラボの色が03番なんですけれども、実はこれ、この色はもう売り切れちゃってもう入荷しないそうです。ですので他の色でお願いします。かぎ針は4号を使います。そして今回はですね、こちらのクローバーさんの、これはなんて言うんでしょうね、ポリシンですね、どこに書いてあるとですね、バッグ防止用ポリシン、厚さが1センチ5ミリを使いました。でも実際に使うのはこんなたくさんではなくて、そこにこの大きさと、あとバッグの後ろ側にこの大きさと2枚、これだけあれば大丈夫ですので、プラ版でも代用できると思います。ではまず本体の前後を編んでいきます。こちらとこちらで前と後ろ同じ編み方です。ちょっと大きいから全部入らないですね。大きすぎてちょっと大変ですね。編み図は、編み図入るかな、編み図はちょっとギリギリ入りますね。はい、こちらになります。で下から鎖を編みを編んで、鎖の裏山を拾って細編みを編んで、で増し目をしていって、あとだんだん減らし目をしていきます。ではまず鎖編みを64目編むんですけれども、短い方を手前にして輪を作って持ちます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出して輪を引き締めます。ここから64目です。1,2,3,4,5,6,7,8 と64目編んでください。そして64目編みましたら、鎖の裏山のこちらが表ですので裏返してチェーンの1,2、ここです、2目目です。チェーンの裏山2目目、ここに針を入れて細編みを編みます。で次も裏山に1目ずつ細編みを1目ずつ64回編んでいきます。ずっとこのように裏山をすくっていって、こちらがチェーンが残るように編んでください。そして1段編んだのがこちらになります。64目編んであります。そうしましたら往復編みですので、ここまで編んだら、あ、ここに鎖編み書いてありませんけれども、立ち上がりの鎖を1目編んで、2目2目編んで、そして最後にまた2目を2回編みます。ですので立ち上がりの鎖を1目編んでターンします。ターンするときは今まで編んできた編み地を持って向こうに押します。そしてターンするとここがよじれません。そして根元に2目編みます。1、次の目も2目です。1、2、そしてずっと1目ずつ編んでいって、最後が2目2目で終わります。でちょっとこれ長いのでずっと編んでると時間かかっちゃいますので、省略して編んでいきたいと思います。まずこれが1段64目編んだとします。そして立ち上がりの鎖編み、ターン、編んできた編み地の向こうを押してターンします。そして最初は2目2目です。1、2、次の目も1、2、そして中間をずっと1目ずつ細編みを編んでいきます。最後2目残るまでずっと細編みです。1目ずつ編んでいきます。
そして最後まで来たら次2目2目となりますので、1、2、そして1、2、これで2段目ができました。3段目も2目2目でスタートです。立ち上がりの鎖編んだら、編んできた編み地を向こうに押してターンして2目2目と編みます。1、2、1、2、そして中間はずっと1目ずつ細編みです。1、1、1、1、ずっと細編みです。ここの短いですけど本当はずっと編んでください。最後の2目だけ残るところまで来たら、ここの目とこの目は2目2目と編んでいきます。1、2、1、2、これで3段目が終わりました。そしたら今度4段目からは2目だけ編んで、最初の目だけ2目編んで、その後は1目ずつ編んでいきます。立ち上がりの鎖編んでターンしたら、最初だけでもここだけ2目です。1、2、そして中間は1目ずつ編んでいきます。1、1、1、1とずっと編んでいきます。最後の1目の手前まで編んでいって、最後になったら2目です。1、2、そして編み地を押してターンします。そして次は4段目も、始めがスタートが2目で、中間は1目ずつ編んで、最後が2目ですので、立ち上がりの鎖まだ編んでなかったかな、どうしたかしら、あ、編んでありますね、編んでないです。立ち上がりの鎖、そして根元が2目です。1、2、この後は中間は1目ずつです。1、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 
で最後の一つ残りました。ここが2目です。1、2、これで5段編み、5段ですね、5段目まで編みました。で6段目は増減なしですので、立ち上がりの鎖1目編んで単位したら、今度増やさないで1目ずつ編みます。1、1、1、1、1、1と増減なしです。6段目はつ編んでいきます。これで最後です。そしてよいしょ、6段目が終わりました。7段目はまた増し目です。で9段目は増減、8段目は増減なし、9段目で増し目で、10段目から18段目までは増減なしで編んでいきます。そうすると今これ端と端しか編んでありませんけれども、印つけた方が表です。ここで
鎖編みを64目編みました。そして1段目は1目ずつ64回です。そして2段目で2目2目であと1目ずつです。3段目も2目2目とは増やして1段ずつです。で4段目は2目をやって1段ずつで5、6とずっと編んでいって2、4、6、8、ここが10段目ですね。で10段目から18段目までは増減なしです。で今度19段目で減らし目です。で減らし目をするときは立ち上がりの鎖を1目してターンして根元の目に針を入れて糸を引き出して次の目に針を入れて糸をかけて引き出して針に3本かかったら糸をかけて3本全部抜きます。これで2目一度ができました。そしてあと1目ずつずっと編んでいきます。でずっと編んでいって最後の 1目が残るところまで編んでいきます。はい、ここで1目残りました。あ、いけない、2目残るところですね。最後は 2目一度になりますので2目残してこの目とこの目を残して1目ずつ編みました。そしたらこの2目の残ったのを2目一度にしますので、まず次の目に針を入れて糸を引き出します。そしてまた次の糸に針、次の目に針を入れて糸をかけて引き出します。で3本になったら糸をかけて全部抜きます。これで19段目のここが終わりました。で立ち上がりの鎖ターンしてで増減なしですね、1目ずつ編んでいきます。でこんな感じで減らし目をしながら編んでいくとこちらができます。ちょっと大きくて全部入らないですね、半分にするとこんな感じです。でこれを前と後ろと2枚編みます。実際はこう外表にして合わせますけど、こんな感じで2枚編みます。そして蓋なんですけれども、これも同じです。今度は鎖編みを50目編みます。そして下の方は丸みをつけるので増し目をします。そしてまあ中間が増減なし。で上に行って減らし目をします。そして編んだのがこちらになります。これもちょっと大きくて見にくいですね。こんな感じで編んであります。次にまちというか底とまちですね。これですけれども、これはここからですね。鎖編みを16目と立ち上がりの鎖編み1目、そして増減なしで16目編んで、10段目で増し目、20段目で増し目、30段目で増し目、40段目で増し目でずっと増減なしで156段目まで編みます。で157段目で減らし目、167段目で両方で減らし目、177段目で減らし目、187段目で減らし目、そして最後は16目で終わります。でだいたい長さが82センチになります。とても長くてね、ちょっとお見せするのに長すぎちゃうんですけども、こうしてずっと編んでいって、こちらが表ですか。こんな感じで終わります。でこれでだいたい本体は編めたんですけども、このままだとつなげるときにちょっとこの辺がデコボコしたりしてますね。ですので縁編みを編んでいきます。でまずは本体の縁編みなんですけども、この縁編みを
1目ずつ拾って編んでいってもいいんですけども、実はこれゲージを取ると10センチでこう横が20目なんですね。そして段は10センチで24段です。ですので1目ずつ拾っちゃうとちょっとここが長くなって伸びてしまいます。ですので細編みを1目ずつ5回そして1目飛ばして1目ずつ5回1目飛ばして1目ずつ5回編んでいきます。そしてここのカーブのところへ来たら今度減らしてしまうと こんな風になってしまいますので、ここは少し多めに増え編みます。ですのでここは3目1目ずつ3回編んだら2目、1目ずつ3回編んだら2目というように編みます。ちょっとやってみます。まずこちらが表です。表の上の置いた時に左側の隅ですね、ここに糸をつけたいと思います。一番隅にここに針を入れて糸を引き出して、もう一度糸を引き出して、ここでちょっとしっかり引き締めておいて、それから立ち上がりの鎖を編みます。そしてまず細編みを1目、そして次のところに次の段に1目で2回です。で次で3回4回、5回、5段編みました。1目ずつ。そしたら次の段は飛ばして、次のところから1回、2回、3回、4回、5回、そして次は飛ばして次から5回です。1回、2回、3回、4回、5回、そして1つ飛ばして次から1回、2回、3回、4回、5回、1つ飛ばして1回、2回、3回、4回、5回で1つ飛ばして1回、2回、3回、4回、5回で、もうちょっといきますね。じゃ1つ飛ばして1回、2回、3回、4回、5回 でここで丸みに来ました。丸みに来たのでここで5回やりましたけど、もう一目入れておきます。そして今度 3目編んだら2目です。1回、2回、3回編んだら次が2目です。1、2、そして3回編みます。1回、2回、3回、次が2目です。1、2、次が1目ずつ3回です。1回、2回、3回、次が2目です。1、2、次は1目ずつ3回です。1回、2回、3回で、ちょうど角に来ましたけど、ここで2目編みたいと思います。1、2、そしたらここは段数ではなく目数ですので、ここは1目ずつ編んでいきます。ですので1、2とこう鎖編みを編んだ時の表側の2本が残ってますので、この2本をすくって1目に1目ずつです。増減なしで編んでいきます。1目に1目、そして
ずっとここまで編んだら、今度またこの丸みのところに来たら1目ずつ3回2目、1目ずつ3回2目です。でずっと編んでいって、でこちらの段のところに来たら1目が5回、1目飛ばして1目5回、1目飛ばして1目5回、1目飛ばして1目5回といってここまで来ます。そしてここの上のところは、ここは編まないでください。これで終わりです。で終わったのがよいしょ、こんな感じになります。これは編みっぱなしだとちょっとここがボコ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 してるんですけども、アイロンをスチームアイロンをかけるとこのように綺麗に仕上がります。こんな感じで仕上がります。そして蓋のところも同じです。これが編みっぱなしの状態です。でやはり蓋も同じようにここに糸をつけて、このサイドの横のところから1目ずつ5回、1目飛ばして1目ずつ5回、1目飛ばして1目ずつ5回とここまで編んでいって、ここまで来たら1目ずつ3回2目、1目ずつ3回2目、1目ずつ3回2目とここまで来て、でここの平ら底のところに来たら1目ずつ増減なしで編んでいきます。でここも1目3回1目、あ1目3回2目、1目3回2目です。でこちらは1目5回1目飛ばす、1目5回1目飛ばして編んでいって、でここは編まない、上のところは編みません。それで仕上がったのがどれかな、仕上がりです。アイロンかけるとこの少し波打ってたのが落ち着きます。であとはマチですね。マチはこちらが編みっぱなしの状態です。でこれもここは段なので10センチが24段です。それを10センチ20目にしたいので、やはり同じように1目ずつ5回1目飛ばして、1目ずつ5回1目飛ばして1目ずつ5回でして、でここのこっち全部ですね、全体、そうです、全体 でこの編み始めと編み終わりは編まないでください。この長いところだけ1目5回1目飛ばす、1目5回1目飛ばして編んでください。そうするとこのようになります。こんな状態です。これここまで来たらいよいよつなげるんですけど、蓋はいいですね。蓋は後でやります。これが本体なんですけど、でこれがマチで、表と表がこう外にこう表通しになるようにつけていきたいと思います。ですので、そうですね、こういうのでやってもいいんですけど外れちゃうのでステッチマーカーの方がいいですね。抜けちゃうと困るので、ステッチマーカーで端と端を留めておきます。そしたらこのマチの真ん中ですね、真ん中に、ま
真ん中にちょっと印をつけておいて、で本体も真ん中ですね。本体も真ん中、真ん中と真ん中を印つけて、これも外しますか。でこれが真ん中と真ん中が、底の真ん中と本体の真ん中が合うようにします。そして合わせたらステッチマーカーで留めておきます。で最後はこことここですね。これもステッチマーカーで留めておきます。そしたらこの平らなところは平らでこう合わせて、こっちが本体でこっちが底ですけども平らに留めます。でここのサイドとサイドも上を揃えて合わせたら留めておきます。で反対側も残りはこう自然にこうなじませて、こんな感じでなじませて止めます。でこちらも角のところを自然になじませて、これでぐるっと止まりました。ここからスタートして底まで来て反対側です。こんな感じに合いました。そしたらもうこちらもこちらも細編みで編んでありますので、こちらにチェーンがあります。こちらチェーン、マチのよくサイドのチェーンと本体のチェーンです。でこのチェーンの内側の1本ずつをすくって閉じていきます。針に糸を通したら、ここがバッグの上になりますので、どっちでもいいんですけども、この端にまず糸を結んだのをこの辺になるようにして、この角に邪魔ですねこれがあると邪魔ですね。角に針を出します。そしたらこちらの角に一本でいいかな、これ一番まず角を留めておきますね。角と角を留めておきます。そして合わせます。合わせて、でこちらにチェーンがあります。チェーンがその内側のチェーン1本すくって糸を出します。でこちらも内側の1本、どっちがいいかしらね、ここでいいか。1本すくったら今度 こちら側の1本です。1本すくってで閉じていきます。こちらの内側の編み地からすると外側ですね。こちら、ここから見ると内側ですけど、編み地の外側1本ずつです。こんな感じです。こんな感じで作って1本ずつ閉じていきます。1本1本。そしてだいたい平らですから1本1本でだいたい合うんですけども、もし
ずれたりしたら、こう合ったところの目と目をつな閉じてください。少しずれることがありますので、目数もこちらの目数とこちらの目数は多少違うと思いますから、こう合わせたところでこう向かい合った糸同士、目同士ですね、それを閉じてください。こうしてずっと一本一本、編み地の外側の一本ずつ、こっちは残ります、こっちも残ります、一本ずつ残ってます。こちらの一本とこちらの一本、これを閉じていきます。と、こちらの一本、こちらの一本、ちょっと時々こう様子を見てまっすぐになってるか確認して押さえながら閉じていくといいと思います。では今ここですけれども、ずっとぐる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 とこの一番ここ先端まで閉じてください。最後まで来たら、ここがぴったり合うようにしてくださいね。上と上がぴったり合うように合わせてください。同じところに針が入っても大丈夫です。たらこれは裏側で糸始末するんですけど、ここに一番こう端よりもちょっと奥入ったところがいいので、ちょっと下がりますね。よいしょ、下がったところでここで糸始末します。これで本体の片側がつきました。そして こちらが底なんですけれども、こうして物を入れた時にこのままだと形が崩れます。それでここのところに端と端、ここの真ん中にこれをこのボンドでつけておくとしっかりします。ですので先にボンドをつけちゃってもいいし、こっち反対側をつけてからでもいいんですけども、じゃとりあえず反対側もつけてしまいますね。反対側をのパーツがこちらですので、それでもしこういうのをつけた場合に白いのが見えるのが嫌な場合は、内布をつけるといいんですけども、内布は製図でサイズ書いてありますので、この通りで同じ大きさになった方はいいんですけども、同じ大きさでない方はこの編み地にこれを合わせて紙を切っておいて、で型紙を作って、この型紙を作って、だから本体の前と後ろと、あとまちですね、まちの分、これがあれば大丈夫だと思いますの で私の場合ポケットで2つ作ったので、ポケットも作りました。ここの型紙で作った内布が
こんな感じですけども、ポケットが2つ中にあります。で、真ん中でマグネットボタンで留めるようになってます。実際に見せた方がいいかな。こちらですね。これがちょっとこれだけ見づらいかな。よいしょ。蓋を開けるとこんな感じですね。ポケットが入ってます。ポケットがあってこんな感じになってます。こうしとけば、先ほどのこれ、こういうものを入れても全然目立たなくていいかと思います。ではとりあえずこちらの反対側の、これを前とすると後ろ側はまだですので、後ろ側をつけたいと思います。後ろが同じです。やり方は同じです。まずここの真ん中を折って、印をつけておいて、そして待ちの真ん中ですので、ここから合わせて、ここですね、ここ合わせておいて、外表にして真ん中と真ん中を合わせます。で、この時にこれ外れちゃうので、これでいいですね。そしてこちらの端と端、そしてまたこの反対側ですね、こちらの端と端。もう一回やってるからね、同じなんですけどね。ここ合わせて、でここは平らなところ、町の平らなところと平らなところをピンで留めます。で、反対側も平らなところと平らなところを合わせてピンで留めます。そしてそこと、そしたらここは普通になじませて、ピッて止めて、反対側も普通になじませて、ピッて止めます。そしてここ、同じです。ここの端から、ここのところから編み地の外側の1本と、こちらの外側の1本と1本ずつ閉じていってください。一周閉じて袋になります。本体ができましたので、底板をボンドでつけてみました。空き箱にラップをかぶせて、その上に本体をすっぽりかぶせてあります。そして乾かしています。で、この間、乾くまでの間に紐をつく、ストラップを作りたいと思います。ストラップはお好きな編み方、お好きな長さでいいと思うんですけども、今回はアフガン編みで、このかぎ針を使ったアフガン編みで作ってみました。編み図はこちらになります。まず鎖編みを6目編みます。1、2、3、4、5、6、そして7目目を編む前に6目目のところを裏へも押さえておいて7目目を編みます。そして編んだところに針を入れて、細編みではなくて糸を引き出します。糸をかけて引き出します。というか針に2本かかりました。次の裏山に針を入れて糸をかけて引き出します。3本になりました。で、次もです。で、この目は数えず、今1、2、3本引き出しました。次4本目を引き出します。4本、
5本6本裏山から1目ずつ6本引き出して針に7本かかりました。そうしたら今こちら行きようところです。こちら行きました。次戻ってきます。で戻るときはこの図だと分かりにくいかな、まず最初糸をかけて1本引き抜きます。次からは糸をかけて2本引き抜きます。糸をかけて2本、でこれで1回、2本、糸をかけて2本引いて2回、糸をかけて2本引き抜いて3回、糸をかけて2本引いて引き抜いて4回、糸をかけて 2本引くのが5回、糸をかけて2本引くのが1回で6回で戻ります。で次また今度ここに縦がありますけど、これは前段の柱、こちら縦にこうなってますけども、最初のここは無視してください。 2番目から 1,2,3,4,5,6 本を引き出していきます。まず柱に針を入れます。で糸をかけて糸を引き出します。次の柱に、次っていうかここから数えて3番目ですね。 ここは無視して、ここが1です。で次が2です。 2のところに針を入れて糸をかけて引き出します。3本になりました。次また柱に針を入れて糸をかけて引き出します。柱に糸をかけて引き出します。これでここは数えずに 1,2,3,4 です。6までいきます。5,6、端っこですけども端も忘れずに引き出します。これで6です。6なんですけど7本あるから、ね、ちょっと分かりにくいですけども、で最初は糸をかけて1本だけ引き抜きます。糸をかけて1本引き抜く。次から糸をかけて2本ずつ引き抜いて6回で戻ります。糸をかけて2本引き抜くのが1回、糸をかけて2本引くのが2回目、糸をかけて3回目、糸をかけて2本引くのが4回目、糸をかけて2本引くのが5回目、糸をかけて2本引くのが6回目で、こうなりました。これで行って戻って1段ですので、1回2回終わりましたら2段終わりました。次3段目、また今度柱です。柱はここの柱は無視して2番目からスタートです。2番目の柱に針を入れて糸をかけて引き出します。これで1です。次2,3,4,5,6,6までやると針には7本かかってます。そして糸をかけて1本だけ最初引き抜きます。あとは 2本ずつ引き抜いて6回で戻ります。1回2回3回4回5回6回、これで3段目ができました。4段目も同じです。端のこの柱は無視して、ここから 1,2,3,4,5,6 本引き出していきます。2番目に針を入れて糸をかけて引き出す。1、次2、次3、次4、5、6で戻るときは最初だけ1本引き抜きます。糸をかけて1本だけ。あとは2本ずつ6回です。1回、2回、3回、4回、5回、6回、この繰り返しです。また端は無視して2番目から引き出していきます。1,2,3,4,5,6で最初は1本だけ引き抜きます。1本、あとは2本ずつ引き抜くのを6回です。
糸をかけて2本引き抜く。1回、2回、3回、4回、5回、6回、ずっとこの繰り返しです。もう1回やっておきますね。2番目から、2番目の柱から、1、2、3、4、5と6本引き出しました。針には7本になりました。でまず糸をかけて1本だけ引き抜きます。次からは糸をかけて2本ずつ6回で戻ります。1回、2回、3回、4回、5回、6回、このような編み地になります。そしてずっと編んでいくんですけども、これはお好きな長さでいいんですけども、今回は84センチまで編みました。では、乾いたかもしれませんね。じゃあ、蓋をつけていきますね。フラップ。これを本体につけていきたいと思います。今こちらが本体です。この上にこの蓋を乗せていくんですけども、前後合わせておいて、これ少し上に出します。出して、裏返します。でこんな感じでつけることになります。この段は何段ぐらいがいいかな、6段か8段ぐらいの間ですね。このくらいでつけると前がちょっと見にくいですね。こんな感じになります。ここ上に上げたい方はもっと奥までで、下にかぶしたい方は下までで、お好きな長さでいいと思うんですけど、ここ左右同じくらい開くようにして、よいしょ、この辺でいいと思いますけどね。で決まったらこのまっすぐなるように待ち針を打ちますね。あ、この幅余りとこっちの余りが同じくらい、左右の余りが同じくらいにした方がいいですね。こうして、よいしょ、こっちも同じくらいにして、ちょっとこっちかな。この線ですね、ここ縫い付ける線がまっすぐになるようにしたいですね。こんな感じで留めました。そしたらここを半返し縫いでぐるっと四角く縫いたいんですけども、あ、そうだ、その前にこれを入れたい。このままつけちゃうとバッグを持った時にこうなっちゃうんですね。そうすると形が崩れるので、これを入れたいですね。どうしようかな、こっちでもいいんだ、こっちでもいいや。これはこの今つけた通り半返し縫いでぐるっと縫います。でこれはつけてから内側にここにつけたいと思います。ここにつけて、あと内布でかぶるの で内布をつけない方はこれが見えちゃうので、内布をつけないで仕上げる方はここのつける前ですね、これを留める前にここに入れて、ここに入れてかぶせて、でこの外側を縫っちゃえば、ここ
サンドイッチになって隠れると思います。で、私は今回はここには入れないでこのまま縫ってしまって、で内側のここに補強をして、そしてこのあと内布をよいしょこのようにして隠そうと思います。ですのでこれは今はやらないです。そして先ほど止めたのをもう一回やらなきゃならないですね。よいしょよいしょ、こうしてどのくらいかな、この線をさっき決めたんですよね。この線にしますか、の線にするので、ちょっとまっすぐ行くように、ここで止めますね。よいしょ、そしたら蓋も一緒に縫わないようにちょっとずらしておきますね。でもちょっとしっかりと止めときます。そうしましたらこの端からこう縫っていきたいと思うので、まずこの裏側から針を出して、こう隠れるところにしといて、で表に針を出します。そしたら半返し縫いですので、ちょっと待ってください。よいしょ、一針戻って前へ縫います。一針戻って前へ行きます。布と違って厚みがありますので大変ですけど、よいしょ、で角はちゃんと縫いたいので角に針を出します。この線にちゃんとまっすぐになるようにしたいので、よいしょ、この線に合わせたいと思います。でこっちの編み地を押さえながら一針戻って前へ行きます。ここの線がいつもまっすぐなるように気をつけて縫っていきます。たるまないようにちょっと気をつけて、でこんな感じでここをずっとまっすぐ縫って、でこちらを縫って、こう四角く全部半返し縫いで縫ってください。蓋がついてこんな感じになりました。では紐をつけます。紐はこのサイドの真ん中につけます。編み地が表と裏がありますので、表を外側にして裏側を内側にして
3センチぐらい真ん中ですね、ここにつけたいと思います。この位置に残った糸で半返し縫いでぐるっと四角く縫って、あとバッテンにつけておきたいと思います。しっかりさせておきたいです。ですのでまずは縫いますね。どうしようかな。こうやると汚いから、表に出しちゃいますね。表に出して、よいしょ。で表から半返し縫いにします。表から留めた方がいいかな。表から。ここで一針戻って前へ進みます。その方が綺麗ですね。裏からよりも一針戻って前へ行きます。一針戻って前へ行きます。で上まで来たらここを一針ちょっとだけ戻って前で前へ進んで少し戻って縫います。もういらないですね。位置が決まれば大丈夫ですね。よいしょ。でこう来ました。こう来ましたので今度こっち側ですね。こっちへ来て、なるべく表は小さい目で裏は大きな目で大丈夫。それでここは縫った、ここまだですね。横も縫いますね。よいしょ。これで一周ですか。はい、今こう一周縫いました。そしたらこうしたいのでここからこっちへ行きます。でも表から見るとね、わからないですけど、よいしょ。そしたらこうきましたから、あとこっちなんですけど、またここ同じようにもう一回縫っておきますね。そうするとしっかりするから、半返し縫いでしっかりともう一回縫っておきます。よいしょ。ここ2回だからしっかりしましたね。あとここ行っておしまいです。斜めに行きます。これで後ろで糸始末です。糸始末もどっかくぐらしておけばいいですね。ぐしゃぐしゃとくぐらして、これで糸切ります。はい、片方がつきました。そしたらこれがよじれないようにぐぐぐぐぐっとこっち持ってきて、でここですね、反対側のここに同じように真ん中、こう町のこの中心ですね、ここに止めて、で同じように四角く縫ってバツに縫ってください。紐ができました。では飾りボタンを作ります。ボタンの編み図はこちらになります。まず輪の中に細編みを6目編みます。2段目は2目ずつ6回です。3段目は増減なし、4段目は2目して6回です。位置を作りますね。指に2回巻きます。右手で持って左手で持ち替えます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出して、もう一度かけて糸をかけて引き締めます。立ち上がりの鎖1目、ここから細編み6目です。
1、2、3、4、5、6目編んだら糸を伸ばして短い方の糸を持って引っ張って動いた方を持って輪を縮めます。もう一度短い方を持って縮めます。そしたら1目目の頭ですので、ここから数えて1、2、3、4、5、6、この目に引き抜きます。ここと間違いやすいです。こちら側です。ここに引き抜きます。これで1段目ができました。2段目は立ち上がりの鎖編んだら根元から2目ずつ6回です。1、2、ちょっと割れました。次の目も1、2、これで2回3回目の1、2、4回目の1、2、5回目の1、2、6回目の1、2、これでここは前段で引き抜いた目、この縦の小さいのが立ち上がりの目ですので、ここに引き抜きます。ここの目です。これで2段目ができました。3段目は増減なしで1目ずつ12回です。立ち上がりの鎖1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、離れてますけどここですね。ここに引き抜きます。これで3段目までできました。立ち上がりの鎖編みです。でちょっとここに穴が大きいのでこれ引っ張りますね。引っ張ると綺麗に縮む、穴が塞がります。最後2目一度6回です。よじれてます。よいしょ、ここですね。次根元の目と次の目で2目一度、また次の目と次の目で2目一度、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 あと1回ですね。次の目と次の目で2目一度、これで6回編めました。で最後に引き抜く前に綿を詰めたいと思います。これは中に入れてもいいんですけど、長いと入れるの面倒なのでちょっと切っちゃいますね。そしてこれをまず入れておいて綿を詰めます。ぺたんこにしたいので少しでいいですね。針を戻して1目目の頭に引き抜きたいと思います。ここです。ここに引き抜きます。そして縫い付ける分の糸を残して切ります。そしたら一応穴は塞いときますか。針に糸を通して外側1本ずつでいいです。1、2、3、4、5、6、6本すくったら引っ張って、でこれでボタンができました。ではつけたいと思います。本体のちょうど真ん中にしたいので2つ合わせて、ここですね、この線
線上につけたいです。ですのでこれをここに置いて止めます。よいしょ、変な止め方だけど中心が決まれば。でここにまずこの外側も縫うんですけども内側の方にまず最初つけときますね。内側に、内側で一周つけてみて様子を見ます。でちょっと糸引いてみて、で大体位置が大丈夫そうですね。そしたらこうボコって出っ張ってもいいんですけどちょっとへこましたいと思うので私の場合はちょっとへこましてつけたいの で外側を縫います。もう真ん中が止まってるので位置がずれることはないです。でこれ飾りボタンですので別にボタンホールとか何もないです。マグネットで留めますので、ついたら後ろに出してちょっと糸はちょっと引いておいて、はい、綺麗につきました。そしたら後ろ側根元で切ります、はい、はい、飾りボタンがつきました。そしたらですね、あの先ほど言ったこの補強のこれ板ですね、これをこうしてここにつけたいと思います。ですので編み地をまっすぐにしておいて、そしてボンドを内側にベタッとつけて乾かします。で今回はあのこれ乾かしているとあの内布がつけられないのでつけたことにしますね。そして内布の説明をちょっと軽くします。これはマグネットボタンをこうつけてあります。こっちとこっちで中でつながるようになってます。それでこっちの後ろ側ですね、後ろ側にこれを入れてこれを中に入れますね。よいしょ、手待ちのところを合わせて、大きいもんだからね全体見せられよく見せられなくてすみません。よいしょ、ここ本体ですのでこことここをここはこう開いて、ここから8ミリぐらいですか、7、8ミリのとこで留めます。そしたら反対側もまちのここを開いておいて、上から7、8ミリですね、ここで留めます。であとはここ真ん中こうしてここ留めます。あと反対側ですね、反対側のまちのところこことここを合わせます。でここも開いて待ちのところを合わせます。で真ん中こうする。
平均してつくことができます。で、縫い方なんですけれども、まずこの切れの内布の内側からですね、針をよいしょ糸を出しますよね。そしてこう縫うんですけど、こう行くんじゃなくてすぐ下のとこに行って潜らせてこう糸出しますね。こういうふうに縫うのではなくて、すぐ下に糸を出してこの編み地を潜らせてここに出します。でここをまっすぐにちゃんとして、よいしょ、そしてすぐここのすぐそばですね、で潜らせて出します。そうするとここの糸が縦にきれいにちょこちょこちょこって出るので綺麗に仕上がります。こんな感じです。こんな感じにつけてくださると綺麗に仕上がると思います。はい、でこれができたら完成です。でこういう板をつけることによって、これ今ついてないんですけどか、で完成品をこちらが完成品なんですけど、ここに板がありますのでここしっかりしてます。でこっちはついてないので、こう自由にこう柔らかく開いて、でバッグを下げた時に少し曲がりますから体にもなじみます。でバチもこの幅で作ってしまうと、お尻の横にこういっぱいこうかさばりますけども、半分の幅にしてますのでそんなに出っ張らずに使えると思います。ぜひよかったらこんな感じで作ってみてください。以上です。お疲れ様でした。チャンネル登録をよろしくお願いします。